今日俺撮ってねえやん。カーベルとか。ああ、やってますね。ある。そのほうがかっこいいと思うよ。やってみましょうか。トリオバンドっていうことでギターが1本しかいない、役割分担がやっぱり 33.3% っていうところで、これがやっぱり20になりこう比率がどんどん変わるところが、やっぱりこうウエイトが高くなったり低くなったりそう見えるんじゃけど、でも実は全部ウエイトが高かったりってするのがやっぱトリオバンドだと思うので、そういう意味ではそういう空間でベースを弾けるっていうことはいろんなチャレンジができるので楽しいかと思うし、サンダー長くなってきましたね。まあ、正直ここまで続くと思わなかったっていうのが私の思いですけど、本当にそれ嬉しいばっかりで、過ごすうちにこう古谷さんの魅力が映ったのか影響されたのか、僕らも感化されながら自分自身も大きくなっていってるんじゃないかななんていうには非常に思いますね。今年本当にそういった意味ではなんか暴れるような気がしますね、このバンドは。6月に前にも作った2020というアルバムをさらにこう広げていくというか、サンダーでできること魅力のある音楽を作っていこうと思っております。3人誰がかけても一つになれないバンドなんで、まあもともと俺も3人バンドが好きで、好きなバンドをやれてるんだから好きなことを思いっきりやりたいなと。